こんにちは、鈴のライフの鈴のです。えっとですね、コロナワクチン2回目無事に接種終了しました。そうですね、まだ接種終了してから3、4時間しか経ってないので、うん、体がね、気持ち悪いとか、ちょっとだるいとか、熱っぽいとかっていうことはないんですけども、 よくね、他の人の YouTube を見る限り、まあ明日か、まあ2、3日後にもしかして熱が出るかも、かもしれないんですけども、でもまあ私としてもね、そんなにまあ、熱が出たとしても全く後悔はしないですし、え、あの、ワクチン接種したことに関してはね、もう全然後悔しないですし、熱さえ下がってしまえばね、まあ、どこにでも行けると思えば、 うーん、そうですね。まあ、打ってよかったな、とは思います。はい。では、またね、何かありましたら、緊急の報告をしたいと思いますので、報告なかったら、まあまあ、熱は出てないと思ってください。はい。では、失礼します。